ルイ・テオドール・グビは19世紀フランスの作曲家、いくつかの宗教曲の大作のほか、数多くの器楽曲を残している。ドレーヌのゴフォンテーヌに、フランス人の父とドイツ人の母との間に生まれた。ゴフォンテーヌは歴史的にドイツとフランスの係争地帯であるザール地方にあり、生まれた時にはナポレオンの敗退によって同地がすでにプロイセン王国に支配されていた。 このためグビはフランスの市民権を獲得することができず、パリ音楽院に進学することも叶なわなかった。音楽はベルリンやライプツヒなどで個人的に学んだと言われる。フランス国籍は32歳の時取得した。グビはフランスとドイツの2つの文化に引き裂かれた人物であり、その着想や作風、表現力はその2つに影響されている。存命中は、 それなりに認められていたにもかかわらず、ドイツに隠しすると忘れられていった。エクトル・ベルリーオーズは、1851年4月13日付のジュルガルデイテバシにおいて、グビとその作品の重要性が、パリで理解されていないことは、誠に嘆かわしい限りであると訴えた。ベルリーオーズの好意的な評価にもかかわらず、大きな変化はその後も起こらず、 首は20世紀の末まで忘れられたままだった。首のレクイエムガロレーヌで再発見され、聖寛な学賞、怒りの日によって一躍その他の首作品が脚光を浴びたのは1994年のことである。200曲以上の作品数があり、存命中に作品番号付きの90曲が出版されたが、今なおほとんどが無視されたままである。 7つの公共曲を含む24の還元楽曲も作曲しているが、室内楽曲が作品の大半を占めている。おおよその内訳は以下の通りである。ありがとうございます。